いや僕もなんか負けちゃいました、はい、どんぐりさんに。いやー、セラクターのモデルさんですね。今、マガキに出てまーす。はい。はい。俺がどんぐりさんです。はい。加藤さんが課長さん。課長さんですよ、でも。はい。谷野さんとどんぐりさんだったら、あまりにも階級が違う感じでしょ。あ、何キロ？東洋太平洋の環境で。いや、身長がなんかあまり小柄な経路、経路系しかないですよね、あれ。じゃあ向こうにちょっと太ってもらう。太っても、いやタキノさんはもっとなんか175ぐらいの人。175よくわかります。5ぐらいですよね、やっぱり。すごいっすね。いや、なんか小柄なイメージがあって。はい。で、85ぐらい。85ぐらい。あ、でも結構重たいね。いや、そのことないと思うよ。カタさんも何キロぐらいですか？僕なんか169センチの、はい、あの72キロです。はい。はい。ちょうどいいですね。あ、僕はもう、ガリで、53キロぐらいでした。バキバキですか？いや、試合の終わった後、なんか、ならないですか？絶対寝ないですね、この後。寝ろって言われたら。はい。あ、なんだぜ。目がちょっと。バキ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 ですかね。いや自分では普通ですか。いやなんかもう試合終わった後ですから、はい、でも今寝ろって言われたら絶対寝れないです。寝れないです。はい。相当聞きます。すごいですね。いや本当に。え、負けましたか、パニタキノさん。はい。あ、そうですね、あの一応 見ようとは思ったんですけど、なんか、はいはいはい、結構なんか遠くの方にいました。いや、次は勝ちます。次は勝ちたいですね、本当に。次は勝つぞ。うわ、俺が畑工事だ。いや、俺たちパパに隊長さん、パパに隊長さん、イケメン枠の。何を言ってるんですか。いやいや、まあまあ、あの、はい、僕から見ればイケメン枠ですから。僕から見れば、俺と、はい、ルンコが、はい、同じ列にいるんですよ。いないでしょ。いるんですよ。この間見たんですよ。ウィキペディアに書いてあったんです。あ、そうなんですか。はい、俺とルンコは同じ列。あ、そうなんですか。はい、でも、ルンコも諦めないです。はい。頑張ります。ああ、すみません、すみません。懇親会の情報は展開中です。どこさんも出たやつ、本当に。あ、すみません、本当に。はい。またやりましょう。あ、やりましょう、はい。はい。はい、よろしくお願いします。これ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。